四代目、三遊亭演奏8月から1904年1月27日は、東京の落語家。本名は、立岩勝次郎。立花の野小園京は、実の子である。越前堀の岩屋、越前野宗次郎の次男に生まれ、父の姉の婚家である日本橋の去手屋という、駒物屋へ6歳の時に養子にもらわれる。10代の頃に、 背負い駒物の商いに出たが商売が、性に合わず陽火の感動に合う、西火災の青戸の花屋伝次郎の方に預けられる。この林家に住んでいたのが、三遊亭窓川んの母の身寄りだったので、これを頼み込んで、内弟子となって今夜の名をいただく、1864年、この時19歳。たちまち頭角を表し22歳の時1867年。 師匠縁朝の前名へ二代目立花屋小園、ふとしをいただく。1872年には布団屋の一人娘の、向入りし一時期話し家を廃業する。妻の布団屋の番頭業が、嫌気がさし、芝居茶屋を始めるも失敗し1874年話し家に、復帰。翌1875年新内に昇進し三代目、三遊亭窓鷹隆を襲名して、 大看板を上げますます人気も上がる。1882年には、大名跡の四代目、三遊亭炎症を襲名。四匠炎朝亡き跡は、三遊派総水を三年余り務めた。1902年には舌眼を発病し手術するも、翌1903年に再発し1904年1月27日に死去、去年59、墓は、 台東区大正寺に、親子ともどもある。炎章は、生前五代目炎章は、炎章は、品川に継がせると語っていたが、窓か像は炎章を襲名せずに亡くなり、五代目、三遊亭炎章は、炎章の孫弟子が襲名した。得意ネタは、師匠円や朝譲りのものが多く、ミイラトリ、三助の遊び、三枚気象などの狂わ話、文七玄結。 カジカザワなどの人情話も得意だった。その実力は味をして、落とし話は、あいつのように軽く、さらりとやらなくちゃいけない。私は、落とし話ではあいつにはかなわない。と言わしめるほどであった。ありがとうございます。